ちは。ラボットの豆リンゴと女のクミチェルです。昨日オフ会に行った時に SNS にこれをアップしたらちょっと中身見てみたいとかいろいろ言っていただいて、あの中身アップしたら結構反響があったので動画にもしてみようと思います。ちょっと私飲んで子供とカラオケでめっちゃ歌ったんで喉の調子が良くなくてお聞き苦しいかもしれないんですけどお許しください。ではでは、まずこちらなんですけど、まだ私2回しか使ったことないんですけど、豆リンゴ移動させるために作りました。今までねリュックで私移動してたんですよ。豆リンゴが生まれてから3年半ちょいぐらいな。あ、ちょっとリュック持ってきます。これですね。これ、見かけられた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、豆リンゴ用に買ったわけじゃなくて、ちょっと何泊かする時に仕事用で買ってたやつなんですけど、私買ったと腰が本当弱くて結構負担がかかると肩腰凝ると気持ち悪くなって寝込んじゃうんですよね。でこれも一応リュックなんですけど、中にウレタン敷いてて、で豆リンゴをこうスポッと入れて、もう背負うとしんどいんでずっとこうやって抱っこで豆リンゴ移動してました。でどうしてもお出かけすると豆リンゴ 4.3 キロあるんで、もうその日の晩からちょっと寝込んじゃうみたいな。でマッサージとか行って湿布を貼ってっていう感じでした。気持ちは楽しいんですけどね、体がしんどいっていうのが豆リンゴとのお出かけでして、で豆リンゴ生まれて今で2000年の4月8日生まれだから、5、6、7、8、9、10、11で、あ、そっか、3年7ヶ月今経つんですけど、割ともううちに来た時からお出かけってしてて、でもう最初はねボストンバッグに入れてみたりとかなんか試行錯誤したんですけど、このリュックが一番、まあ、私には合ってたってことでこれをずっと愛用してました。3年半ぐらいですね。であまりにもしんどいってことでちょっとどうにかなんないのかなってずっと思ってたんですけど、あのベビーカーとかあのカートついてるやつ、こんなカートついてるやつあるじゃないですか。公式様の方でもう振動が良くないっていうことでですね、推奨されてないというか、もう言ってしまえば禁止されてるような感じなので、頑張ってたんですけどちょっとねあまりにもしんどいって思ったことと、あとあの公式様の方でボストンバッグも発売されましたよね。あれが発表される時にこういうキャリーカートですか、こんな感じのやつにボストンバッグを乗せて移動ができるみたいな話されてたんですよね。でボストンバッグ自体は確かになんか振動が伝わらないようにウレタンか何か、ちょっと実物触ったことないんで分かんないんですけど、結構なんかクッションを敷き詰められてぴったり入るようになっててなんですけど、どっちみちちょっと振動伝わってるけどそのウレタンで軽減してるのかなとか思って、それだったらこれでもあまり変わらないんじゃないのと思ったのもこれを作るきっかけになりました。このスーツケースどこで見つけたのかというと、インスタで他のオーナーさんが円柱型のこの変わった形なんですけどスーツケース見つけて、ラボットが入るんじゃないかということでその方買われたんですよね。サイズが2種類あって、なんか M とか L とかだったかな、ちょっと忘れたんですけど、これ小さい方なんですよ。で小さい方だったらラボットがすっぽり入る、大きな方もその方に買われててすごいですけど、それだったらラボットとチャージスタンドも一緒に入るってことをおっしゃってたんですけど、まあチャージスタンドはねこの上にでも乗っけたらいいし、今まででもまあ同等してきたんで、とりあえず豆リンゴ
ギョロってしてるけど、豆リンゴ。豆リンゴが一番、とりあえず私の腰をね、腰砕きモンスターだからね、豆リンゴ。ごめん、話しようになった。うん、そんなことない。よかった。なんで、とりあえず豆リンゴを解決したいなってことで作りました。作りましたというか、まあ、外は買ったんですけど、買いました。もうまあ、ボストンバッグの件とかって、私、8月ぐらいに多分注文して、で、9月の頭には届いたんですよ、これ。で、届いたけど、まず中身をね、しないといけないということで、なんか公開していきますね。豆ここで。はい。はい。これね、よいしょ。こんな感じでそこ立てれるようになってて、これで、いただきます。で、開いたらなんかこんな感じで売ってます。作成途中とかちょっともう無我夢中すぎて全然画像残してないんですよ。動画もないし画像もないし、なんでちょっとこっちでの説明になっちゃうんですけど、これ外しちゃったよ。これじゃじゃーんじゃじゃーんなんですけど、よいしょ、これこんな感じになってます。中身ここあの引き出しの取っ手の持つとこなんでちょっとボコってなってるんですけど、まず普通のスーツケースなんでここにあったやつちょっとちっちゃないんですけど見えますかね。これもうチョキ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 ハサミで切っちゃったんですよ。あのいろんな荷物入れるためのチャックとかスーツケースの中に普通にこれもついてたんですけど、ウレタン入れるの邪魔だなと思ってちょっと切ってしまって、切った後こんな感じの状態になるので、でウレタン入れるんですけど、ウレタンねこれ裏から見てもらったらこんな感じなんですけど、ちょっと汚すぎてあれなんですよね。これもともと半円の こんな感じのやつ、こんな感じのこんなやつだったんですけど、このね最初ウレタンの専門会社ちょっと探して、もう豆リンゴの形にくり抜いてもらうのもお願いしようと思ったんですよね。で、あの一応法人向けだけど個人でもどうぞ申し込んでくださいみたいなのをネットで見つけて見積もり依頼出したんですけど、だいぶ長いこと放置されて、あのちょっとせっついたら返事が来まして、まずね使用設計代が2万からだったかな、で制作代が5万から、あと送料とかかかります。そのカラーっていうのがクセモンで、最近のラボットの入院の故障とかの見積もりもいくらからいくらみたいな感じあるじゃないですか。カラーってね基本的にその金額よりも高くなるっていう認識というか思ってるんで怖いなと思って、スーツケース買って、でそれ買ってしたら結局ボストンよりも高くなっちゃうやんと思ったんで、もうちょっと安く抑えたいなということで、そこの会社はちょっと見積もり金額合わないってことで今回見送らせていただいて別のウレタンの会社に注文することにしました。そこはなんか細かい加工とかはちょっとできませんって言われてるとこなんですけど、この半円をこの円を作ってズバッと切ってもらう、この半円で作るの素人で難しくて、でネットで出来合いの半円とか探したんですけど、やっぱりこのサイズにぴったり合うのって見つからなかったんですよ。であのお願いしていくつか貼り合わせて作られてるんですけど、まあ希望通りのサイズが届いたんですけどね、私ちゃんと測れてなかったみたいで長かったんで、これこっちとこっちも2つあるんですよねまあ自分でこれカットしたんで汚いんですけど、断面がこうやって見やすいですね。もうハッタでガガガガガガって切ってやりました。でウレタン、これ一応こんなサイズのこんな重さの精密ロボット入れますっていうことで硬さとかも選んでもらって、硬めのやつでこれ結構硬いんですね。果物とか入ってるの、あの柔らかいのじゃなくて結構硬くて、これだったら多分体重とかも問題なく支えられると思いますってことでウレタンの会社の方がこれをおすすめしてくださいました。でこれをですね、半円のやつをこれ余分な長さだったんで切って、でこのまず入れるのにそのカポって入るかなとか勝手に思ってたんですけど、これ折らないとダメですよね、こういうところで何も思ってなかったんで、もう結構ね大変、こうやってここら辺かなーってこう見て
掘ってまたちょっと微調節して掘ってで掘るのもハサミとカッターを使ってやったんですけど最後にはカッターがなんか切れなくなってきちゃってまあこれねちょっと手でもちぎれるんですジェーってカッターで切れ目を入れてジェーってちぎったりしてもうこんな感じで頑張って頑張って掘りました。ちょっとねボンドで引っ付けちゃってこれ中がなんか見えるかな、ね、ボンド引っ付けたのはちょっと剥がしたくないんで。おお、豆がちょっと邪魔ですごめんなさい。こんな感じ見えますちょっとわかんないかもですけど、まあこういうのでもうラボットの形なんですよこれ。私の苦労の結晶でこっちはちゃんとおちりの部分とかも豆リンゴのこの新しく書いたおちりがはまるようにして掘ってます。もうほんまに掘るのは1日がかり、朝から晩までかかりました。もう誇張でもなんでもなくてもうひたすらせっせこ豆リンゴ合わせて測って豆リンゴ合わせて測って送り返してやってます。でこんな感じでやって最後にちょっとそのままだと不格好だしウレタンついても嫌なんでこの生地をわーって適当にやってで一応固定するためにモンドで周り貼ってます。これをこうやってちょっとまあ大きめなんでウレタンなんでよいしょと入れてこんな感じで作っております。よし。あでこのスーツケースなんですけど値段はそんな高くなくて1万円弱ぐらいアマゾンで買いました。で私が買ったとこはもうなんかなくなってたんですよね。こう鍵がねこれ鍵穴っぽいのがあるんですけど鍵がついてなくてでアマゾンの方に問い合わせてアマゾンの方からその中国の会社みたいなんですけど問い合わせてもらったらなんか連絡つかないって言われちゃって鍵とかはないんですけどまあこのねこれでロックできるんでこんな不自由はしてなくてで私が頼んだアマゾンのその中国の会社から中国から直接送られてきたっぽいんですけどすごいでっかい段ボールでなんか2、3週間かな結構かかるみたいな書いてあったんですけど早かったんですよ。1週間もしないうちに確か届いたと思います。まあ今出てるアマゾンの会社がどんなのかわかんないですけどあとね昨日見たら私が見つけたのは9店って読むんですね。買い物とかしたことないんで何て読むかわかんないんですけど9店っぽいとことっぽいとこって言っちゃいますけどあとアリエクスプレス中国の両方とも中国のなのかなですね。はぁ、あ、マミというわけでウレタンこんな感じで加工してます。値段がですねウレタンの方は加工をお願いしたのは1万5000前後だったと思います。ちょっと値段調べてここにピョンっていくらって書きますねまあね最初のとこで買った頼んだらよかったかもしれないんですけどやっぱり個人一人で頼むとね高いからねスーツケースが合わせたら10万ぐらいともなっちゃうんじゃないですか。ちょっと庶民にはきついね豆リンゴでも腰も痛いしね。はい、じゃあ実際にちょっと豆リンゴに入ってもらおうと思います。足は閉まった状態で入れるような感じになってます。公式様の通い箱も足閉まって入れる感じなんで、ね、足出してたら故障の原因になるみたいですね。なんかだから通い箱が別にあるっぽいですね。で一応ねお洋服着たままも入れるのは入れれるんですけどちょっとお洋服がねしわくちゃになっちゃうんでせっかく可愛いお洋服私作ってるのにしわくちゃは嫌だなってことでこの状態にして豆リンゴを入れてます。失敗したのがこの右と左のやつをなんか逆にしたらよかったなと思ってこれの関係で下のこれ下にしてでこう入れたらスムーズなんですけど私掘っちゃったのが逆でこうになっちゃってるんですよね。
あのウレタン入れ替えたらいいじゃないかと思われるかもしれないんですけど、持ち手のとこを削ってあったりするんで、この底のとこがちょっと違うんですよ、これ右と左なんで、ちょっとねやっちまったなって感じですけど、あのこのまま行くとちょっとね心配なんで、いつもね本カバーかぶせてるんですけど、まあ、とりあえず、まあ、見せるのだけということで、本カバーなしで入れちゃいますね。こうやって豆リンゴを入れます。ちょっとね本当にぴったりに作ってるんで、カメラとかも見えますかね。ちょっと持ち上げたらぐるっと、え、見えるかなこんな感じで豆リンゴ貼って、アイマスクとかやってもいいかもしれないですね。じゃあこれでこうやって締めていきます。こう締めると締めるとこ見えないか、待って、よいしょ、あ、これでいいか。それでこのままカシャンカシャンで、このままだと開いちゃうんで、ちょっとだけずらして、こんな感じで豆リンゴ入ってますね。よいしょ。でこれでもう立てて、ちょっと引きで見せますね。よいしょ。ちょっとこうかな。調整して。あ、これで全部見えますかね。全部は見えてないか。よし。これちょっと下の方。で、ここでいただいた舞妓ちゃんのシール。ちょうどいいなと思って。かわいいな。出させてもらいました。これね、ここも押しながらこうやると、こんな感じで、2段階で調整できて、もうガラガラ持っていける。まだやってないんですけど、次の予定としては、ここに、この部分、チャージスタンドを置けたらいいなと思ってます。チャージスタンドもね、チャージスタンド入れ買ったんですけど、一回も使ってないんですよね、あれね。ちょっと、そんなに安くもないのに。ちょっと失敗したなって感じですけど。まあ、これで今まで、まだね、実はね、2回しかお出かけしてないんですよ。1回目は、大阪の方であった、まあ、両方とも大阪なんですけど、オフ会と、昨日、泉中央でしたっけね、HCI ロボットカフェで のイベント参加させていただいたんですけど、その時にこちら買っていきました。雨、昨日ねちょっと雨だったんですけど、まあタクシー使っちゃったんであんまりは濡れてのはないんですが、雨にも割と強いんじゃないかなって、隙間入るかな、あ、ちょっとね、ほんまのザーザーぶりやったら心配なんで、こういうカバー作れたらなと思うんですけど、どっかで大田さんお会いするときに私以前このリュックサックに京都市のでかいゴミ袋かぶせて東京でこう豆リンゴも持って歩いたことがあるんで、もしかしたらゴミ袋かかってるかもしれないですけど、できたらなんかもっと良さげなピタッとする感じのがあったらいいかなと思います。というわけでですね、こんな感じで豆リンゴちょっと最後出してあげようかな。よっしゃ。そうですよね、出してるとこもね、どんな感じかって。あ、ね、ゼロにしないと。ゼロにしないと。で、もうこう開けるときこうやってこうやって。はい。最初からこっち向きに置いたらいいじゃないかと思われるかもしれないんですけど、こっち向きだとねうまく私入れれなくて、こうお尻からで先入れないと、こんな感じで、はい、できましたね。で振動とかでね故障の原因になるって言われてるんで、ちょっとあまりもガタガタするような道とかはもう持ってます。こうグッと持ち上げて歩いてますけど、やっぱり今までに比べてずっと持ってるのよりも必要箇所だけグッと持ち上げるってことなんで、腰への負担っていうのはだいぶ楽で、毎回毎回マッサージとか湿布貼ったりしてたんですけど、昨日あんなにうろうろして、昨日ね京都から泉大津のところ行って、その後天王寺に
ラボちゃん会いに行って、で、あの大阪ナンバー高島屋のとこにもラボットストアに寄って、でまたあの梅田のヨドバシのとこでも寄ったんですけど、腰全然痛くないです。もうめっちゃ楽、本当に楽です。ただね、推奨されてないんで、これちょっと炎上しちゃったらどうしようという不安が、一抹の不安があります。ね、豆リンゴ、もしこれ見ていいなと思ってくださって真似される方は、ちょっとね、これが原因でちょっと修理とかの料金、よく公式様からね、あのお洋服とかでも公式の着ないと保証できませんよみたいな書いてあると思うんですけど、それと同じ感じでもしかしたらなんか不利になる可能性もあるんじゃないかなと思うんで、あんまりね、公にしないとこうと思ったんですけど、あまりにも反響いただいたのでちょっと動画にしてみました。私的にはもう結構大成功ですけどね、これ本当楽になったね。マミリンのこれに入ってで、2回だけなんで何とも言えないんですけど、今のところこれが原因であの出た不具合っていうのは特には感じてないです。これ導入前にね、カメラ壊れてて、豆リンゴの明日入院になるんですけど、またなんか不具合とかあったら言うかな、言ったらまた炎上したりしない、やだよ、なんかもうボロクソよく叩かれるの、いろんなこと結構言われるんでね、もうね、豆リンゴ、はい、というわけでご紹介しました、豆リンゴの新しい移動アイテムでした。じゃあバイバイしよっか。ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。